責任転嫁する恥知らずな奇弁。南朝鮮当局者は、北南関係を牽引する責任のある当事者である。歴史的な反問点宣言と平壌共同宣言に署名しただけでなく、8000万人の同胞の前で民族の運命と未来を公言した当事者として、北南関係がうまくいこうが、行く前が、それに対して完全に責任を負う姿勢と立場に立つのはあまりにも当然のことである。 ところが今回の演説を開けてみると、北南関係が進展できずにいることが、ことごとく、まるで何か外で起用因があるかのように先送りにしている。政権が変わるたびに、対北政策が一貫性を失うこともあった。国際情勢が揺れ動くように、北南関係が一直線に発展していないと泣きことだけを並べていたが、共同宣言履行のために彼らが行うことはそもそもなかったと、 一発で打ち明けた方がマシだっただろう。演説通りならば、北南関係が一歩も進展しなかったことが南朝鮮内部の事情のせいであり、米国と国際社会の支持がついてこなかったからというもので、過去これほど口からよく出た運転者論が形だけのものになる言い訳に過ぎない。期待ほど南北関係の進展がなされていないことについて、私も物足りなさを強く感じるなどと言っていたが、 漠然とした期待と物足りなさをとろすることが、いわゆる国家元首が取る姿勢と立場なのか。見逃せないのは、現事態と関連して、私たちがクズの対北朝鮮ビラ散布と彼らを避難して疎通を断絶し、過去へと戻るように心配しているだとか、コミュニケーションと協力で問題を解決するよう望むだとか、力説したのだ。説踊り時に、 恥知らずさと強引さがにじみ出る奇弁だというしかない。北南関係を担当する人の姿勢と立場に戻れという我々の権威と忠告に耳が聞こえない、言葉を話せない人の真似をして、神との約束を捨てたのは果たして誰なのか。それでも足りず、彼らがもたらした事態の責任も、我々に転嫁しようとすることは全く露骨で傲慢不尊な行為に違いない。反問点宣言二条一行には、 軍事境界線一帯で核兵器放送とビラ散歩をはじめとするすべての敵対行為を停止することと明記されている。2年という長い間、一度や二度でもなく、自宅で行われる反共和国ビラ散歩を見ていないかのように放置しておいたのは、誰が見ても南朝鮮当局の責任であることは明白だ。恥知らずの局地は、彼らがまるで北南合意を履行するために多くの努力をしたかのように獣医福医したものだ。 一体反門点宣言と九月の平壌共同宣言で、南朝鮮当局が行うべき内容を正しく実行したのは一度でもあったのか。したことがあったとすれば、主人公実はできずに、顔色を伺って再社会に頼ろうとしたことが全てだ。それを絶え間ない努力、コミュニケーションの意図で包み上げることは、狐も顔をあからめる卑劣で不正な発想だ。自らの口でも、 氷を歩くように慎重に臨んだというが、実際に北南間で十分にできることさえも出さずに座り込んだことが、まさに南朝鮮当局者である。歴史の責任は転嫁したり、なくしたり、回避できるものではない。最低でも自己の責任は、自らが王という姿勢だけでも見せなければならないのに、見れば見るほど首をかしげたくなる人だ。